はい、皆さんこんにちは。北島アクアティクスのレオポンです。そしてカメラを持っているのがケンピーです。はい、本日の動画はですね、入水前に、やってほしい今日は体幹トレーニング編というところで、体幹トレーニングの中でもちょっとクロールに、限定してちょっと紹介していきたいなと思ってます。で、実際に今日は、レオポンに動きをやってもらって、解説していくようなちょっと動画にしたいなと思ってます。で、先月ぐらいですかね、僕が入水前にやってほしいストレッチ編出したの覚えてますか、レオポン？覚えてます。で、その動画で胸郭のストレッチ紹介してたと思うんですけど、今日はクロール編というところで、その胸郭回旋の動きを加えながら、少し体幹の、トレーニング紹介していきたいなと思ってます。なので、クロール練習中の方はぜひぜひ、入水前にこれやってほしいなと思ってます。では早速本編の方行きましょう。どうぞ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。はい、ではプールサイドの方移動してきました。で、まずやってほしいのは四つん這いの姿勢で、よくある体格の手足を、伸ばした状態でバランスを取る体幹トレーニングからまずやってみたいと思います。ではまず四つん這いの姿勢作ってみてください。はい、四つん這いの姿勢は、綺麗に作るためにはお尻の下に膝、肩の下に、手が来るようにしっかりと置けると、綺麗な四つん這いの姿勢が作れると思います。で、ここで、体幹はしっかりとお腹の力を入れた状態で腰が反らないようにだけ注意してやってみてください。今レオポンは背中まっすぐですね、その姿勢キープした状態で右手伸ばすのと、左足伸ばすのでバランス取ってみてください。まずはどうぞ。と左足で、しっかりとこれ先ほど4つの視点でバランスを取ってたのが今2つの視点だけで、バランスを取ってます。で、体格の手足なのでしっかりと、体の中心部分おへそのあたりに、少し力を入れた状態でキープできると、このようにバランスはまっすぐピタッと止まるような姿勢が作れるかなと思います。まあ、基本ですね、体幹トレーニングのだいたい30秒ぐらいキープ、できるといいかなと思います。まあ、グラグラしてしまうとか、あとは呼吸を止めないとできないっていう方は、まだまだ少し体幹が弱いのかなと思うので、呼吸を普段通りした状態でも、しっかりとバランス崩さないでピタッと止まれるといいかなと思います。まずは皆さんこれやってみてください。はい、今レオポンにやってもらったのは体幹トレーニングとしては、よくあるものかなと思うんですけど、今バランス取る、お腹の力で、ぐらつかないようにバランスを取るための体幹トレーニングです。まあ、水中でもやっぱり水中は、浮いた姿勢っていうのはなかなかね、支えが効かない部分があるので、しっかりとお腹の力で体を支えてあげるっていうのが大事になってきますので、ぜひ先ほどの皆さんやってみてください。で、続いてちょっとクロールの動きに、近づけていきたいなと思います。で、先ほどなぜ先に今よくあるトレーニングを紹介したかっていうと、そこでまずはお腹の力を、意識してほしいから、まずはやってほしいなと思います。で、続いてやってほしいのは今のお腹の力の入れ方を意識した状態で、クロールのように手を大きく回していきます。じゃあまた、四つん這いの姿勢作ってください。はい、それでは、続いては、四つん這いの姿勢、先ほどは横向きだったんですけど、今度ちょっと動画的には、前からの方がいいかなと思って前から、撮ってます。で、四つん這いになった状態で今度はクロールの手のように、大きく手を回していきます。ちょっとこんな感じです。右手からじゃあ横お願いします。手をついてるところから片腕ずつ大きくぐるーっと回してまた戻していきます。今度は左手を大きくぐるーっと回して戻してくる。で、これのどこが体幹トレーニングだっていうふうにもしかしたら思うかもしれないんですけど、胸郭回旋ですね、しっかりと胸郭を伸ばした状態で大きく手が回るっていうのが一個大事な、クロールに生きるところですかね。で、体幹の部分で言うと腹斜筋になります。
右手を上げた時に右側の腹斜筋、まあ、腹斜筋っていうと、横っ腹の部分ですね、横っ腹の部分にしっかりと力を入れた状態で、回してあげるっていうのが一個大事になってきます。じゃあ悪い例ちょっとやってみてもらってもいいですか。右手回した時にこういう風にちょっと腰が右側に軸がぶれてしまって、動いてしまう。左手は左側に腰がこう動いてしまう。これだと、先ほど言った横っ腹の腹斜筋に力が全然入れられてない状態です。しっかりと腹斜筋に力入れられると先ほど、ちょっといい例にじゃあちょっと次から先ほど意識してもらったようにこんな感じですね、腰が動かない状態で手が回ってくれると思うので皆さんも、この手を回すときに腰が横に左右にぶれないようにお腹の力、腹斜筋の力で、軸を作れるといいかなと思います。泳ぐときに、右手をストロークするときに右の腹斜筋が力入ってなくてないと、右側の腹斜筋が伸びてしまうんですね。筋肉っていうのは縮むと力が入って伸びると力が抜けてしまうので、横っ腹が伸びた状態、まあ、先ほどの悪い例ですね。もう一回悪い例じゃお願いします。こう横っ腹が伸びた状態、今右側の腹斜筋伸びてる状態なんですけどこれだと全然水かいてる時に力が入らないですね。伸びた状態ではなくて今度いい例、力が入れた状態こんな感じですね。腹斜筋が今力入ってるんで縮んだ状態で水をかきに行けるとよりパワー発揮ができるのでしっかりとそこを意識するための、体幹トレーニングです。なのでクロール練習中の方はぜひこの腹斜筋横っ腹意識してこの手を回す練習やってみてください。はい、クロールの入水前にやってほしい、クロールのための陸トレ編というところで体幹トレーニング、最後の3つ目紹介したいと思います。3つ目はですね、よりちょっとレベル高くきつくなっていきます。プランクの姿勢、まずは作ってもらいます。じゃあちょっと、縦の向きでいいのでその場でプランクの姿勢レポお願いします。まあ、プランクはもう体幹トレーニング、ザ体幹トレーニングっていうぐらい、もう全国的にも浸透してるかと思うんですけどしっかりと、両肘ついた状態で足を伸ばしてでまっすぐの姿勢を作るところですね。でこの姿勢まっすぐの姿勢作れたら、今度はもう本当にカット TV の初期の動画でフッキーが紹介してるんですけどこの状態で右肘を上に天井に向かってぐーっと持ち上げてみてください。そうですね、お上手で戻す。今度左肘を天井に向かって持ち上げる。いいですね。さあこれは何の動きかっていうとローリングの動きになってきますね。皆さん、頭の軸はしっかりと動かさないようにして、ついてる、片肘ずつの、腕を天井に向かってぐーっと持ち上げていきます。で悪い例としてはこの時に、力が抜けてしまうとじゃあちょっと一回悪い例お願いします。腕上げた時にもう軸がすごいブレちゃってるの分かりますかね。こう正面から見た時に腰が横に振られちゃってる。今度反対もじゃあ上げた時にお尻がすごい横に振られて逃げちゃってる。これだとローリング、オーバーローリングに、なってしまいますね。抵抗が大きい追い方になってしまうのでなるべく腹圧グッと締めた状態で腰は動かさないようにもう一度じゃあ上手なれ。そうですね、レオポンのように軸をまっすぐ安定させた状態で大きく肘が90度近く上に上がると胸郭もしっかり伸びて大きい泳ぎかつ抵抗の少ない泳ぎクロールが泳げるかなと思うのでぜひぜひ皆さんこの体幹トレーニングやってみてください。はい、レオポンお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっときつそうでしたね、最後ちょっと疲れました、ね、筋肉痛があったので。あ、元々の筋肉痛があったから、しんどかったです、うん、そうですね、まあ、皆さんも今日言ったクロールのための体幹トレーニング、かなり大事な部分ですよね、やっぱり。
胸郭の回線が、入ってくるので、まあ、クロールの動きに、近づいて体幹トレーニングができると思うので、ぜひ皆さん今日紹介した体幹トレーニング、クロール泳ぐ方は入水前に必ずやってほしいなと思います。どういったところを、気にしてやりましたかね、今日レオポン。とりあえず腹圧をまず抜かないっていうのが一番ポイントかなと思いました。悪い例やった時はもうじゃあ完全に腹圧入れてないで入れてました、まあ、お腹力抜けちゃうとあんな風に軸がブレブレになってしまって、まあ、よくやっぱりあるプールの中でもね、こう軸ブレちゃって蛇行するようなクロール泳いでる方は、今日やったところ意識するポイントだったりを、踏まえた上でこのトレーニングやってほしいなと思います。はい、では、ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。